ると秘策厳守の結果敵の気をつき戦士に輝かしき一礼儀を加えました。上陸陸軍部隊は直ちに驚異的快速進撃を続け所在の敵を駆逐し東北港を越え歩行用鉄道を遮断、さらに北上を続けました。甲州湾は包丁を持って知られる戦闘港の下流にあり、赤道大石海底暗礁防空干満の差は普通の時でも4メートルに及び、潮流流速6ノット、大潮時には有名なる豪潮ちゃんの渦巻くところで、船着き場としては最も不便なところでありますが、この時海上まれに見る濃霧を犯して所定領地に到着するや、輸送船より陸軍の上陸予定は陸岸目がけて爆心し、軍艦より打ち出す艦砲の豪々たる援護射撃のもとに浅瀬を渡り無事上陸を完了しました。